1942年の2万分の一地図に描かれたテルムンド。1945年の25万分の一地図に描かれたテルムンド。テルモンドはイスラエルのシャロン平野でネタニヤの東方、クファルサバの北方に位置する町。2019年時点の人口は1万3144人であった。テルモンドは百二十九年に初代メルチェット男爵。 アルフレッド・モンドによって創建された。メルチェット教は、イギリスの実業家で、閣僚経験もあり、イギリスシオニスト財団の会長でもあった。彼が代表であったイスラエル植民会社は、この地方の土地を購入し、ユダヤ人労働者たちに雇用機会を提供するため、柑橘類の果樹園を開いた。百三十三年には、農民たちのグループがこの会社から土地を購入し、 モシャブ・テルモンドを開設した。1936年には別のグループがメルチェット教に従って妻と共にテルモンドに入植したイスラエルシーフにちなんで名付けられたモシャブ・クファルジフを開設した。1943年イエメンからの新たな移民たちによってシェチュナット・ヤーコフが開設された。イスラエル建国後1950年代には 主にイエメンから流入した多数の移民たちを受け入れるためにネベオベドとハダルハイムが建設された。1954年、これらのコミュニティ全てを合併してテルモンド地方評議会が設けられた。周辺に位置するモシャブであるクファルヘス・エルとエエンベレドはいずれもテルモンド出身の開拓者たちによって開かれたものである。数十年もの間に テルモンドは小さな町から自活できる小規模な都市にまで成長し、この地方にある他のコミュニティに様々なサービスを提供するまで成長した。この成長は急速に進んでおり、2030年には人口が2万5千人を超えるものと予測されている。2013年6月、テルモンドの現代正統派ユダヤ教コミュニティであるクホメバサー・シオンが、 新たに建設したシナゴーグの開所式を行った際には経済大臣ナフタリ・ベネットが出席した。2017年6月、内務省は弁護士であるシュミュエルソ想、テルモンドの市長に任命した。バイトハロードミュージアムメルチェット教の家は博物館になっており、テルモンドの歴史を記録している。博物館の外側にはバチア・リシャンスキーが造形したメルチェット教の像が建てられている。 ありがとうございます。